い楽しかったです、ね、本当に、うん、やっぱり近しい人ばっかりっていうのもあってリラックスしてなんかどれもこう噛み締めながらねできたように思いますけど、いかがですか？それぞれいろんなイベントがあったけどみんなお客さんに喜んでもらえて、うんうん、まあ、それがもうとっても嬉しくて、はい、本当にいい式ができたなと思います、はい、これもやっぱり私たちも大阪に住んでいるので高知でこういう風に立派にできたのは見えないところでフォローしてくれた両親の、ね、力というかありがたさをすごい感じたので私たちもね本当に両親みたいな夫婦になれたらいいなっていう風に強く思ったのでそれのきっかけはやっぱ披露宴と式かなと思います。これからですね、私たち2人の両親のように、頼もしい父また素敵な可愛らしい母親になれるように努力して、頑張ってまいりたいと思います。本日は長い時間でした、本当にありがとうございました。